かなり古い、寺やったというね。で有名な蓮華瓦がここから出土しましてね、同志社大学の、京田辺高知にもその蓮華瓦が置かれてます、白鸚の瓦ですね、まあ、飛鳥時代とかね。でここはね、何があったのかと言いますと、古文書で調べるとやはり先ほど の11面千手観音の観音堂だったと思うんですね。で観音堂の前は何かわからないんですけど、まあ、その本来の観音さんは山本の寿法寺にあったと思うんですけど、まあ、その辺が何も書いてないのわからないんですけど、観音堂があったということはこの先ほどの昔国宝であった11面千手観音もここにあったのではないかということですね。はい、まあ、その後がちょっと日が経ってます。